言葉意味がなんだかあんまりわからない。語彙力足りない君の口をすぐに塞ぎ Shaking in the rain。 君が疲れ倒れ寝込んだら救急車呼ぶよ。絶対マジ着替え出せる悪魔と契約してでも。ちょちょマジイケてる君はちょちょちょ最高。イケてる君は社会犠牲でも叶わない。そうさ、ダンシンダンシンダンシン踊り出す世界を敵に回しても、俺に勇気をくれる君の全てが俺の全て。いつもムービームービームービー動いてる。止められる奴はもういない。俺に力をくれる君と夢の日々。リーダープリンスの新曲ピースメーカーがリリースされてから数日後、私はレコード会社へ打ち合わせに来ていた。おかげさまで無事に新曲をリリースすることができました。ファンが活気づいた感ありますよね。誰よ、CD 売り上げの最新結果出ましたよ。あ、そうなん、誰お前ごくり初週売り上げ枚数8枚。え、いまいちでした。 8とかあんの？みんな個人個人でしか買ってないんちゃう？新曲の売り上げはビビたるものだけど、リリースしたことで新しいファンも少しずつ増えているみたい。もっと頑張らなくちゃ。8人やで。さて、新曲の売り上げを確認できたし、舞台の方はどうだろう。ちょっと視察に行ってみようかな。それで本業は舞台やから、アイドルじゃない、舞台やからな。どこどこ。ゆこんくんかっこよかった。あ、わかる。ゆきとくんかわいすぎる。あ、わかる。同じ顔、同じじゃない。夫婦ファンの人たちの笑顔を見ていると私まで嬉しくなる。ねえ、あれって新しい団長じゃない？え、何？前の団長の娘っていう。え、何？こんな団員がいないような場所にまでわざわざファンを見物しに来たってこと？え、何？なんかめっちゃキレられてる。何？なんだか私を見る目に敵意があるような。お姉ちゃん、え、オフィスに戻った方がいいよ。え、何？嫌われてんの私？みや、どうしたの？下痢が治らなくて3日目みたいな顔して。ちょっと来て。え、何？うんこの話？ちょっと、ま、なんであんな嫌われたん？本当は知ってほしくなかったけど、うん、お姉ちゃん今劇団プリンスのファンの間でいろいろ言われてるみたいなの。嘘やろ、なんで？なんで？これって SNS？ そういえば最近忙しくてチェックしてなかったけど、劇団新団長は立場を利用して逆ハーレム三昧がカブトムシいじめ、プロテイン禁止とやりたい放題。いや、ファンもバカしかおか。SNS 見て、カブトムシいじめるのはあかんやろって書いてる。どういうこと？りょうさんは新団長に逆らって追い出されたとも。私の話題ばかりだ。あ、そうな。そんな。お姉ちゃん、はい、大丈夫？うん。見せるか迷ったんだけど、知ってもらった方が。知恵できるかと思って。大人やな意見が。大丈夫大丈夫大丈夫だよ、心配しないで。教えてくれてありがとう。逆にもうハーレム楽しんでやろうか。カブトムシいじめてやろうかなと笑ってみたものの、ファンからの風当たりはその後どんどん強くなっていった。何？いじめられる？わい、また不幸の手紙か。不幸の手紙くんの？同じ内容の手紙を他の人に100枚送らないといけないなんて徹夜だよ。しなくてよろしい、そんなもん。こっちは草屋入りでだってきつい。それは嫌。草屋美味しいからいいけど、落ち込むな私。大事な時期なんだから、団長の私が暗い顔してちゃダメ。胸を張って堂々としなきゃ。よし、今日もお仕事お仕事頑張ろうな。アジジ、違う、アジジじゃない、アジ太郎や。ミアは反対したけど、私はファンの人にの目にできるだけ触れることにした。あ、あえて見えない相手に不安を募らせるよりも顔を見て話をする方がいいような気がしたからだ。え、なーに、なにこれ、ジュース炭酸なのに振りすぎちゃった。しばくぞお前。いやだ、ごめんなさい。はったうすぞお前。でもダンスパフォーマンスが一流の劇団の団長さんが避けられないなんて、ねえ、
顎パーするぞお前。前の団長さんならきっと華麗なステップで避けてみせてくれたよね。めっちゃサラ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 悪口出てくるやんか。お父さんの話を持ち出されるのは正直きつい。お見苦しいところをお見せしました。バイバイ。ボコボコにしたろうかな、あいつら。完全に目をつけられちゃったな。でもこんなことで弱気になるなんて私らしくないよね。今は自分のことでへこんでる場合なんかじゃない。顔上げなきゃ。団長さん。え、なに。うわ、どうしたんだよその服。べちょべちょさんです。ケイスケさん。あー、うっかりジュースこぼしちゃって。そうか。うん、意外とおっちょこちょいなんだな。かわいやろ。ケイスケさん、嫌がらせに気づいてないよね。変に心配かけたくないし、ファンを嫌ってほしくもないから。さあね、この子たちのファンやからね。この子たちに言うもんではない。ここで踏ん張るのも団長力ってもんだよね。負けるもんか。オッケー、行ったれ行ったれ。それから数日経ってもファンの嫌がらせは続いていた。うん。けれど私もそれに立ち向かうことにした。お父さんはいつも団員ともファンとも裸でぶつかっていたはずだから。脱ぐかじゃ。食らいなさい、揚げたてチキン。飽きへんなお前、ほんまに。なんか来たぞ。甘い、その技はもう見切った。唐揚げ爆弾を口で受け止めて食べるのにも慣れちゃったな。どういうこと？なら、これならどうよ。なんか仲良くなってない？ん？今度はどんな食べ物かな？え、あれってもしかして。何？シャー。誰が言うたん、シャーって。めっちゃ可愛かったぞ、声。うちの近所で捕まえた青大将よ。よく捕まえたな。生意気団長をやっちゃいなさい。待って待って、右にさいるんよ。ちょっと見て、ケイスケいる。あ、見てる見てる。青大将って、日々キャー噛まれる。おい、あれ大丈夫か。あ、なんでお前なん。ちょっとケイスケがさ、ケイスケおるんよ。え、なんでリョウが来たん。え、リョウさんどうして。シャ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 。ハリーポッターみたいや。キャー。あ、可愛くなった。すごい。ヘビを使って嫌がらせなんて、ファンとして恥ずかしくないのか。ヘビと会話するあんた恥ずかしくないの。だってその女、うん、いつもウコン君たちに囲まれててずるい。素直なファンやな。私たちは激プリのために、うん、まあ、この子たちはな、ただ君たちが好きなだけやからな。リョウさんだって、うん、こいつが気に入らないんですよね、うん、だからやめたんでしょ。あわわ、なんていいよ。いい加減にしてください。怪我はしなかったし大丈夫ですよ。いいよいいよ。結局何もなかったし大丈夫ですよ。りょうさんのおかげで私もヘビも無事でしたし。しゃ、うん、あ、かわいい。ヘビちゃん、団長さん。なんなん自分も、一回帰って。覚えてなさいよ。なんなん、なんか何、変なファンしかおらんな。あの、りょうさんありがとうございました。いや、うん、だが気をつけろよ。うん、あの類の連中はきっと懲りないぞ。今回はやり過ごしても、うん、あ、それでもいいんです。またぶつかっていくだけですから本当に助かりました。それよりなんで来たん自分。あー、もう来ておるおる。団長さん、りょう。え、ケイスケさん、なんで出てこんかったん自分。りょう来たぞ。やっと出てきたな。うん、しっかり団長さん守れよ。お前は物置きか。え、なんかゴゴゴゴって言ったけど、どうしたん、音声どうしたん。物置ちゃうわ。え、な、なに雑。じゃあ、物置ちゃうわ。俺は行くよ。オッケー、バイバイ。りょうさん、私の心配だけじゃなくて、ケイスケさんのことまでしっかり見てくれてたんだ。プールで他人に興味がなさそうに見えるけど、本当は優しい人なんだな。そうやね、行っちゃった。りょうさん、優しいね。助けてやれなくてすまない。うん、うん、いいよ。実は俺、リョウが団長さんを助けたあたりから見ていたんだ。いや、その前からおったん見たぞ、ヘビが出てくる瞬間から。え、そうだったの。迷っていたんだ。うん、女性同士の喧嘩は筋肉ではどうしようもないから。俺で止められるのか自信がなくて。うん、すまない。いいよ。せめて俺が物置だったら団長さんを隠すこともできるのに。いい俺の名字が稲花だけに。稲葉物置の話。謝らなくてもいいよ。だって助けてくれようとしたんじゃない。物置じゃなくても立派だよ。ありがとう。これからは絶対に守るよ。めっちゃかっこいいよ。この上腕二頭筋にかけて。オッケー。
物置になってきて、圭介さんのかけてくれた優しい言葉が嬉しかった。でも守られるばかりじゃなくて、私が団員を守れるようにもっと強くなりたいな。そうやね、頑張ろう。アジ太郎がまず強くならないかんわ。新曲のリリースから一月が経ち、売り上げは徐々に伸びていった。今日は売上目標達成のお祝いとして、それぞれレッスン室に食べ物を持ち寄ってパーティーを開くことになっている。パーティー、え、パーティーすんの？やった。これで全員集まりましたね、うん、オッケー。じゃあ幹事の僕から、うん、新曲の売上目標達成を記念して乾杯。乾杯。あかんあかん。あいるそれ。皆さん待ちきれないと思うので早速ご飯をいただきましょう。じゃあね、ご飯食べよう。何これ、ご飯だご飯だ。あ、この美味しそうな食べ物は何かな。何これ、ハンバーグ。ああ、うん、それ俺が作ったやつ。何これ。鹿肉のメダイオン、マデラソース、ポムスフレとシャンピニオンロースト添えだよ。全然わからん。まあ美味しそうな肉じゃがですね。あ、肉じゃがか。おい、今なんて。美味しそう美味しそう。それじゃいただきます。すごく美味しい。他にもフルコースで作ってきたから食べれば。ありがとう。うん、洋風なのにどこか家庭の味と喉越し、筋肉に染み渡るよ。あれ、スクワットしてる。ちゃんと噛んで飲むね。豆腐、私の次なる豆腐はどこですか。豆腐、順次が飢えた豆腐ハンターになるのは分かってたからね。いっぱい作ったよ。リクめっちゃ優しいよ、お母さんみたいな。アンダバー、まあ、すごい豆腐の海に溺れます。豆腐ばっかりや、すごい。あ、ニーナ仲良し、まあ、楽しそう。いいな、これふう、みんな楽しそうでよかったな。ね、うん、団長さん見てください。何、新曲リリースのお祝いたくさんもらっちゃいました。あ、そうな。え、何これ。わ、こんなにお花いっぱいで綺麗だね。そうだ、うん、団長さん、今度のスポンサーとの会食来れないんだって。あ、いけないです。よくわからんけど、そうなの、どうしても外せない打ち合わせが入ってて、他のスタッフに任せちゃうことになってごめんね。そのお店美味しいところなんでしょ。羨ましいな。うん、すごく評判らしいよ。あ、そうな。どこ行くん。楽しんできてね。でも食べ過ぎちゃダメだよ。大丈夫、うん、俺たちプロだからね。日頃から体調の管理はバッチリだよ。そうやね、一応みんなの名前に立つ人間たちやから、絶対太ったりとかしたらあかんで。健康的に食べること。何の音だろう。何、どういうこと。地響きを感じ、私は音のする方向へ走っていった。すると、君の言葉意味がなんだかあんまりわからない。語彙力足りない、君の口をすぐに塞ぎ、シャキイトレイ、俺が太り倒れて今度は何に崩るよ。絶対マジピカで浴びる、膝の負担がすごいから。ちょちょマジ超えてる、俺はちょちょちょ最高、俺の計算高い。ちょちょマジ超えてる、俺は大盛り無料、終わったのまだ。リソーサスチピザ肉何を食べてもうますぎる、俺に勇気をくれる。フライドポテトは野菜です、いつもイキイキイキ食べている。止められるやつはもういない、肩けどほぼ乗らない。だからマジでふざけんなよお前ら。何が起こったん。ただいま帰ってきたでごわす。うるさい、バカ知っとるわ。お帰りなさい。あれ、ゆきとくんってそんな喋り方だっけ。いやー、料理が美味しくて少し太っちゃったかも。もう声がみんなお相撲さんみたいになっとんよ。とりあえず今のままだとまずいのでダイエットしましょう。はい、お前、俺は筋肉でビルドアップしてるので免除ですか。お前、袖どうしたんや、パーンなっとるやん。本職のお相撲さんならセーフだけど、あなたのそれは贅肉なのでアウトです。泣
なかなかみんな二重顎なっとんな。どうしよう、このままじゃあみんなのお仕事に影響が出かねない。大変なことになってるな。りょうどうしよう、これもう嫌やこいつら。りょうさんどうしてここに。お前たちが恐ろしい体型になっていると人手でに聞いたんだ。うん、情報早い。どうにかして。お前ら、俺がダイエット指導してやるから覚悟しろよ。検査士やん、りょう戻っておいでや。これあれやろ、引っ張るやつやろ。りょうさんこれは一体。俺特製のダイエット装置だ。装置。団長さん、うん、特にダイエットさせたい人がいれば重点的に二度掛けするよ。オッケー。誰にローラーをかけようかな。うんこうんこうんこがいい。うんこ2回かけて。じゃあ今からウコンを絞るから。オッケー。あ、そういう感じな。体が引き締まっていく。うるさい、一回しいや、お前黙ってやられろ。あ、治った。うんこがあっという間に元の体型に。やったー、かっこよくなった。このダイエット最高だね、うん、なんだか体調も良くなった気がする。あ、そうな、よかったです。よし、うん、この調子で全員絞ってやる。もうみんな思いっきりして。りょうさんの容赦ない引き倒し、かっこいいな。仲良しさえない。りょう戻ってこん。それじゃあ俺はこれで。え、おりいや。待ってください、りょうさん。どうした。だってみんなのダイエットに協力してくれてありがとうございます。緊急事態だったからな。うん、これくらいはしてやるさ。めっちゃ優しいし大人やな。ありがとう、本当に。だから離れても私たちのことを見ていてくれてるんだな。感謝しなくちゃ。あのローラーさえあればいくら食べても大丈夫だね。調子乗んなよ、うんこ。あれは最終手段。もうこれからは気をつけてね。うんこくんのこと頼りにしてるんだよ。団長さんは頼りにしてるとかナチュラルに言うよね。え、なんで、何、嫌だった、ごめん。だって本当のことだもん。劇団にうんこくんたちがいてくれて本当に良かったって思ってるから。俺なんかより団長さんの方が団のためになってるよ。最近みんなが明るくなってるのがわかる、うん、ありがとう、褒められちゃった。りょうさんはローラーを入れてくれたし、これからスパルタ団長で行っちゃうぞい。腹立つな、アジ太郎も。